太陽の塔の展示は地下空間の過去根源の世界から始まります。ここはカオスの道、生命が誕生する前の物質だけの空間です。観客は30メートルのウォーキングベルトで地下空間へと導かれます。稲妻が光るのは電光の空間。散らばった物質が雷で化学反応を起こし、物が命になることを暗示しています。命の空間です。 DNA、ATP、タンパク質など命を形作る物質が誕生する場所です。この空間の中心には球体スクリーンが置かれ、生物誕生の姿を映し出し、生命の連帯感を象徴します。そしてその奥には DNA の二重螺旋構造の模型が見えます。ここからは人の空間です。手の洞窟には人々の手形が呪術的な世界を演出し、未開の痕跡には古代人が残したラスコーやタッシリの壁画が描かれています。人のフィールドでは自然と戦い、自然と溶け合いながら生きてきた狩猟採集時代の人間のドラマがジオラマで紹介されています。ここには岡本太郎の作品戦士が展示されていました。祈りの空間です。ここには世界の隅々から集められた仮面と心臓が展示されています。これらは人間が自然と戦いながら生きてきた誇らかな証です。その奥には地底の太陽が鎮座し、人間の心の世界を見守っています。これらの仮面、心臓、地底の太陽が共鳴し合い、まるで未開人が森の中でシャーマンと共に行った古代の祭りのようです。またここには岡本太郎の樹齢、ノン、マスクといった作品が展示されていました。ここは太陽の塔のお腹の中です。その中央には高さ50メートルの生命の木がそびえています。ではこれからエスカレーターで地上30メートルまで登っていきます。この塔に飾られているのはアメーバのような単細胞生物から鳥類、哺乳類、人類まで32種類、292体が展示され、生物40億年の歴史を表しています。生物がどのように進化しようと、生命の根源は皆同じです。その根源から生まれた生命エネルギーが過去から現代、そして未来に吹き上げるという壮大なドラマを表しています。太陽の塔の腕の部分まで登ってきました。上を見てみましょう。未来に伸びる生命の木です。30メートルの高さから見た生命の木です。
万博当時、観客はこの腕の中を通って大屋根に到着しました。